大変多くのバスが行き交っております。東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道でございますが、もともとは内藤新宿と呼ばれていたそう、幕府黙認の遊郭になりました。そのためここは交通の要衝ハブとなったんですね。皆さんおはようございます。ルーシーでございます。本日はですね、新宿駅に来ております。まあ、皆さんタイトルでお分かりの通り、歴史探訪シリーズの第4弾目かな、新宿編でございます。新宿というのはですね、都心3区、千代田区、港区、中央区に対比され位置される、三大副都心、池袋、渋谷、新宿の3つのうちの1つでございますが、その名前の由来とか発展の歴史を知っている人はまだまだ少ないんじゃないかなと思います。本日はそんな謎多き新宿を解き明かしていきたいと思います。今日はね、ゴールデンウィーク中の金曜日でございますから、なかなか人通りも多いです。天気もかなりいいんで、今ジャケットを着てますが暑いぐらいです。ちなみに私がおりますところ、もう少し詳しく言いますと、新宿駅の甲州街道改札口です。さらにこちらにはバスター新宿も、ございましてですね、大変多くのバスが行き交っております。東海バスター、これなんですかね、インターシティバスというそうです。さて、信号が変わりましたが、ものすごい人通りです。現在では交通の要所として必要不可欠の新宿でありますが、こちらは昔からあったわけではございません。とは言っても時代は古く、江戸時代まで遡りますから、一般的な観点で言ったらね、もちろん古いんですけれども、新宿という名前の由来は非常に単純でございまして、この名の通り、新しくできた宿という意味でございます。こちらの新宿の歴史を読み解くためには、徳川家康の時代まで遡ることが必要となってきます。徳川家康は江戸に徳川幕府を開いた後、五街道という道路の整備をします。五街道とは有名な東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道でございますが、この眼前に広がる道路はですね、甲州街道でございます。これらの五街道はですね、日本橋を起点として非常に長い旅路を描くこととなります。中でも東海道はね、東海道53次とか十返舎一九が書いた小説みたいのがありますが、まあ、そんなドラマが生まれるぐらい長い旅路なんですね。ルーシー、実際に甲州街道もですね、日本橋を出た後、下諏訪まで広がることとなります。下諏訪にて、中山道と合流するわけでございます。ただいくら昔の人がね、田んぼ仕事とかで足腰が、まあ、現代人よりもはるかに鍛えられていたとしてもですね、日本橋から下諏訪まで1日で歩くことなんて不可能なわけですよ。ですからその街道の途中には休憩したりね、泊まったりするような町が必要となります。そこで形成されたのが宿場町というところです。有名なところだと品川なんかも昔宿場町でございましたし、さらにもっと分かりやすい例でいくと原宿が宿場町でした。鎌倉街道の宿場町、そこで甲州街道の設置と同時にですね、宿場町としてこの新宿が整備されたというわけにはいかないんですね。もともと甲州街道が設置された時、日本橋の次のですね、宿場町は杉並区高井戸でございました。高井戸まではね、16キロ日本橋からありますから、まあ老若男女、健康、完全に健康体の人以外も歩くと思いますから、16キロってのはなかなか過酷ですよね。ということで、さすがに16キロ連続で歩くのはきつくねということで、町の人々やいろんな人が幕府に請願を出しまして、元禄11年1968年に新宿は開設されました。その結果、新宿はですね、東海道の品川宿、中山道の板橋宿、日光奥州街道の千住宿と並びまして、4宿、四宿っていうんですかね、それらに並ぶ有名な宿場町となりました。ルーシー、もともとは内藤新宿と呼ばれていたそうで、この後ろに見える伊勢丹からですね、まあもっとあっち行くんですけれども、現在の四ツ谷三丁目のあたりまで内藤新宿があったそうです。せっかくなんで四ツ谷三丁目の方まで行ってみましょうかね。甲州屋呉服店なんてのもありまして、やっぱ歴史が伺えますね。ああやって歴史が残っているような名前を見ると結構嬉しくなりますよね。先ほど新宿ってのはもともと内藤新宿であったという話をしましたが、その由来がわかるのがこの新宿御苑です。ルーシー、あちら新宿御苑の大木戸門出てすぐのところに内藤新宿開設300年記念碑というのがあります。ちょっと噛みましたね。
元禄11年1698年6月にですね、ここから新宿三丁目交差点付近までの約 1km にですね、新たな宿場として内藤新宿が開設されたと書いてあります。さて、なんでこの新宿の開設に浅草の名手が携わっているかと言いますと、ここはですね、新宿開設された時に幕府黙認の遊郭になりました。浅草には有名な遊郭であります吉原がありますから、ここの人たちは斡旋するなりなんなりして、こう第二の吉原にしようとするような、そんな浅草人の都市計画があったのではないかとささやかれています。真相は未だ分かりませんがね。新宿が開設され前、この城の新宿御苑には信州高遠藩、現在でいう長野県伊那市の内藤家の別邸があったそうですね。その後、内藤家というのはこの土地を幕府に返還しまして、その跡地にですね、新宿が建てられたということで、内藤家のその遺構を残すためにですね、内藤新宿という名前にしたんだと考えられています。というか、そうです、新宿御苑というのは東京ドーム16個分と言われてますから、まあ東京ドームで示すことにあんまりね、いい気持ちをしないという人もいらっしゃいますが、野球のスタジアム16個分と考えるとどれだけでかいとしか分かりますよね。ちなみにここ内藤家の別邸があったっていう、その証拠っていうのはね、今でも残されておりまして、なんとここの地名はでん内藤町です。この交差点が四ツ谷四丁目交差点ですね。ということで、四ツ谷四丁目交差点にやってまいりました。内藤新宿の始まりの地でもあり終わりの地でございます。ある人にとってはここから大いなる旅路が始まるのでありまして、またある人にとってはもうすぐで大いなる旅が終わるといった場所でございました。昔は池袋の発展、その中心地といえばここら辺、新宿一丁目や内藤町、また新宿2丁目のあたりでございましたが、現在およそ、まあ、大体 100% の日本国民が新宿、また外国人もですね、新宿と聞かれて、まあ、イメージするのは新宿駅があった方ですね。最後に、このような差がどうやって生まれたのかということについて調査して動画を終わりたいと思います。ルーシーということで、新宿駅の東口にやってきました。いや、一番ね、人通りが多い時間帯に来ちゃってちょっと後悔してますけれども、都市の発展の必要十分条件は交通網が整っていることです。新宿駅が開通すると同時にですね、新宿1丁目の方からこちらの方に人が流れてきまして、まあ現在思い描く新宿が発展してきたという過程になっております。もともと新宿駅が開通した時、ここは新宿区ではなく豊玉郡の角筈村でございました。現在角筈村というのは存在してないんですけれども、それはですね、1885年の鉄道開業時の都合が大きく関係しています。新宿駅が開通したのは1885年で、日本鉄道の品川線、現在の品川から赤羽の区域が開通したと同時に、この新宿駅っていうのは開通するんですが、当時の線路状況によりまして、ここは新宿区ではなく昔豊玉郡の角筈村というところだったんですが、ここに駅が開業することとなりました。そのためここは交通の要衝ハブとなったんですね。その後、1915年に京王電鉄、1927年に小田急電鉄、1952年に西武鉄道が新宿駅までやってきます。さらに1959年には東京メトロ丸ノ内線、1980年には東映新宿線、1997年には東映王ですね、さらに副都心線なんかも開通しまして、どん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 乗降客数を伸ばしていった新宿駅はですね、2013年に1日335万人の乗降客数を記録しまして、ギネスに認定されました。ルーシー、このようにして新宿はですね、世界一のターミナル駅として世界にも名を轟かせていくことになりました。もちろんですね、新宿の発展の要因はこの駅の建設とか、そういったものだけでは計り知れないものがあります。例えば、あの関東大震災の影響とか、玉川上水の影響とか、副都心計画の影響とか、そういったものはいろいろありますが、本日は新宿の地名の由来とその発展について軽く見ていきました。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。